伊達は？ふむ、姿が見当たらないな。それにしてもさっきのソムニウム。ああ、私もうまく整理できないでいる。混乱の極みだよ。結局絆の居場所もわからなかったし、処刑場って一体。今の音は？廃工場の方から聞こえてきたか。伊達かな。さあ、どうだろう。とにかく行ってみよう。だが、テアラは？大丈夫だよ。伊達が半日は目覚めないって言ってたから。そうか、そういうことなら。伊達、いないみたいだけど。瑞希、背後に生体反応を確認。あなたは？はじめまして。私はナイクス日本支部の主催、シグレ・トキコと申します。そんな、どうして？ええ、私がこのお腹を痛めて産んだ子供です。そしてジンの父親は、あの研究所の所長、ホラドリ・チカラ。はい、ホラドリはジンが生まれた時にこう言いました。この子は死をも操る者、全能なる者、オールマイティに違いないと。テアラーとあなたの関係は？あいつもあなたの息子なの？答えて！この忌まわしい迷路から抜け出すためですよ。迷路？ええ、そうです。あなたたちが HB 事件と呼んでいるもの、それは計画の一部に過ぎません。 QR 動画も同様です。あれも計画を構成する要素の一つ、本番に備えて作成された試作版のようなものです。とはいえ、作ったのは私ではありませんが。じゃあ誰が？テアラーです。計画を立案したのも同じくテアラー。私はただ彼に解脱の方法を教えただけで。この世にほころびを生み出すことでそれは可能となります。ほころびとは、このシミュレーション世界におけるバグのこと。つまり、意図的にバグ現象を発生させれば解脱できるということに。設計者の想定を超えた奇怪な振る舞い、これを行うことによってバグ現象は生じます。例えば、何十年も片足で立ち続けたり、転がりながら大陸を横断したり、針山のように並んだ釘の上で生活したり、何千万回も柱に頭を打ち続けたり。ちょっと待って、それと HB 事件とどんな関係が？機械でしょう。 HB 事件も人間の体を左右に切り裂くなんて設計者が想定していたと思いますか？それともう一つ、HB 事件には重要な意味があります。縦糸と横糸の交点、ほころびはそこに生じるのです。意味がわからないんだけど。私がこれまでにどれだけ麻酔を受けてきたか、君は知らないようだね。薬に対する耐性がついているのだよ、私には。それにしても、まさか伊達君がここに来るとは思いもよらなかったよ。本当に尺に触る男だ。計画を遂行するには、
やはり速やかに排除しておかねばなるまい。ねえ、その計画って一体何なの？ニルバーナ構想のことだ。ニルバーナ構想？ほんの小さなほころびも無数に集まれば大きな穴となります。つまり設計者の想定を超えた機械な振る舞い。これを世界中で同時多発的に行えば大量のバグ現象を生み出せるということだ。そうして全人類を一斉に解脱へと導き、この偽りの世から解放する。それがニルバーナ構想だ。ニルバーナ構想は順調に進行中。やがて人類は解脱の時を迎える。だが残念ながら計画はすぐに実行できるわけではない。準備にはしばらく時間がかかる。だからその前に駆除しておく必要があるのだよ、君のような。邪魔なネズミよ。震え人、どうして、なんで、震え人は死んだはずなのに。ホラドリは人が生まれた時にこう言いました。この子は死をも操る者、全能なる者、オールマイティに違いないと。今日ここで見たこと、聞いたことは誰にも言ってはならない。もしも話せば君の大事なあの子を殺す。私には豊富な資金がある。仮に私が死んだとしても、報酬目当てに殺し屋たちが彼女を狙い続けることになるだろう。いいか？わかったな。おい、大丈夫か？しっかりしろ！伊達、大至急病院へ。分かってる。くそ。Thank you.